石狩市花川海田さんに今回やってまいりました。海田さんの動画に関してはね、以前上げてるんですけど、今日はまた別な角度で、この後洞爺湖、阿武田洞爺湖方面でナビゲートをいただいたまこちゃんが合流しますんで、まあそれでまったりと飯食ってる風景を動画としてアップしてやろうと思っております。おでん、いらっしゃいません。おでん来てください。なるほど。どうもまこちゃん。リアルゴールド2つで、リアルゴールド2つ、はい、お刺身盛り合わせは可能ですか？大丈夫ですよ。じゃそれを1つ、はい、4品盛り合わせですね、はい、はい、承知いたしました。まずそんな感じで、はい、お待ちなさいませ、はい、したらまこちゃん、はい、お疲れ様でした。おいじってる暇ないから。ああ、疲れさまです。安定のソフトドリンク、リアルゴールです。無形にあの酒が見たい。どこまで？ああ、ちょっとした不発具合が、ね、いろんな課題を残した旅になったよね。まあそれはそれで面白い、うん、なんか春になった。あの、なんていうの、いろんな課題を残すっていう意味ではさ、あの僕単発で言ってる動画に関してもさ、あ、次はこういう風に撮りたいなとかさ、次はここ来たからここに行ってみようとかっていう、なんていうの、新しい課題的なものがあるんだけど、今回はなんかもう不完全燃焼のこのやり残した感、まとめすべきかな、クラック感だけど。なかなかないよね、この不発具合って。だいたいあれだけ気の減らないとこだから、うん、冬季閉鎖っていうことが頭に来たから。冬季閉鎖の威力半端ないな、いけねえんだもん。え、ああ。もうあの豊浦の展望台なんかやってるべっていう前提で行ったから、ちょっとえ、はてな感が。お待たせしました。はい、チェンチンに薬味を入れてどうぞ。はい、立ち点、立ち点ってうまいよね。うまいね。うまいよね。食える時期はとにかく食べようって。うん、待ってください。待ってください。待ってください。あの自由すぎるでしょ。はいはい、まあ、シソからしたら、お疲れ様です。いただきます。立ち点ですって立ち点出してるのにさ、大場から行くっていう。もう自由すぎるよね。一番手前にあるんですね。カメラ撮ってるのにさ、お互い自由すぎるでしょ。
がそれが北海道発信 TV です。ふわ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 、でもカレーラーメン美味しかった。あれ、うん、うん、カレーラーメン美味しかった。今言う？うん、これは意外と何の癖もない食べ物だ。ビートね、うん、ただほのかに高い、うん、なんていうの、その言葉通り癖のない分さ、うん、いろんな天ぷらの盛り合わせの中の一品で箸休め的な感じで。お待たせいたしました。はい。春巻きです。今日、今日そのさっき動画撮りに行ったって言ったじゃないですか。当、うんうん、屋で食べた、ええ、ビートってあるでしょ。あ、ビートってあの砂糖大根、うん。ビートの今日天ぷら食べさせてくれるお店。へえ。スライスして、うん、かき揚げみたいな感じで。でスライスしたの細かく切って薄いまんま。ペロンペロンのまま。あ、あのみじん切りみたいな。みじん、あの、なんていうの、三角切りみたい、うんうん、なんていうのかな、あの刺身の、刺身のつまみたいな感じの状態にして、はいはい、で、かき揚げみたいな感じで、うん、天ぷらにして出してくれたお店に今日行ったんですよね、うん、めちゃめちゃ美味しかったです。そのビートはビートだけ、うん、なんかビート、ビートエビとかなんか入ってるんじゃなくて、それには入ってなかった、それには入ってなかった、うん、んで、かき揚げになってるよ、うん、へえ、ビートって、でもなかなか手に入らないですよ、手に入らないですよね、うん、へえ、珍しいですね。あ、いくも悪くも、うん、癖がなくて、うん、食べやすかった、食べやすい、あの、うん、ほのかに甘いっていう感じ、うん、あれは煮詰めて砂糖作るんでしょ、確か。そうですね、そうですね、うんうん、煮て、そして乾燥させるかなんかすれば、うん、あれになるんでしょ、うんうん、へえ、そうなんです。僕も初めて食べた。そうですよね、なかなか口にする機会なんかないですよね、うん、いいこと聞いた。美味しかったですっていう報告です。そうですね。どっか行って物を食べるってある意味新しい発見であり醍醐味だよね、うん、その地域の特性ってものもあるし、なんかこれ知ってるけどここの地域のアレンジみたいなところがあるから飯食うのも楽しいよね。かつてでも良かったかなと思って。まあ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 。でも最初にペラッと見たのがさ、カツラーメンって出ちゃってたからさ、あ、もうこれラーメンしか出なかった。美味しかった。で、今回ね、豊浦から始まってさ、で、虻田神社行ってさ、長く僕も北海道に住んでるけど、豊浦とか炙った、うん、意外と行かない、ね、そう、そうなんですよ。仕事で通過はする、うん、ただ通過はするから地名とか街並みっていう風景っていうのは分かるけど、いざ本当にこうプライベートで行ってさ、でパワースポット巡ったりとかさ、そうないから、うんうん、しかもおっさんずおっさんずだからね。まだリサーチ不足っていうのがあるから掘り下げれてない部分はあるけど、でもその地域を知っていって掘り下げていったら、すごい魅力のある町ってあそこら辺こう固まってる。まあ伊達もそうでしょ、でもそうだし、アブタだってもっと、ね、掘り下げていけばさ、アブタ、豊浦、うん、まあ、でも豊浦湖に関してはまあ温泉っていうものがこう前面で押し出されてるから、あそこはまあ
広げようと思えば いろいろ広げれる。彩り野菜とサーモンの生春巻き。白老からね、戻って。もう戻ってくるっていうか、白老もね、2020年ウポポイ開館してるから。はい、だから失礼いたします。お刺身よっぴんの盛り合わせでございます。かきちゃんです。はい、はい、いやー、あれは程よく疲労感が程よい疲労感が心地いいの、今日は。まあ、歩いたの、歩いたの。うん。そうだよね、山登ってるもんね。登ってるか、結構登ってる。登ったよね。結構上がった。うん。あれが、まだ30代とかだったらバリバリまだいけるんだろうけど、うん、もうね、お互い40代になるとね、ちょっと億劫だよね。でも面白い。うん。はい、ありがとうございます。ピッチャー、ピッチャー。なんだったらこれなら飲めない。ピッチャーで2つもらえばいい。そうね。うん。あ、はい、あ。ほら、もう。ほら、これ。これ鉄板でしょ。ごぼうスティック、このごぼうスティックがね、鉄板だよ、我々来た際のおすすめで食べてたのは、なかなかのこの繊維感はあるんだけど、しっかり美味しく揚がってるっていうね。じゃあすいません、はい、あ、よかったです、醤油ありました。はい、そしてお刺身4点盛り合わせ。エビちゃんと味噌入ってるから。うん、マグロの色良くない？それに対抗してサーモン行ってみよう。何も対抗してないっていう。ポテト食べたい。ん？ポテト。シューストいく？シューストと卵焼きいくか。お願いします。はい、あ、もう一品来た、すぐ来た。何来てるの？すぐ、すぐ、おい、今切ったばっかり。うん、コリコリしたと、うん、いいっすか。はい、どうぞ。シューストリングポテトとシューストポテトが一つ、だし巻き卵、だし巻き卵が一つ。はい、はい、ありがとうございます。はい、お待ちください。はい、シューストポテトとだし巻きお願いします。すぐ、ありがとうございます。すぐ生きてる。
動いてはいない今。でもさっきまで生きてたっていう粒。すごさしてございます。ゴリゴリなやつ。ゴリゴリなやつ。ゴリゴリ通り越してる。確認してみようか。ゴリゴリな粒。うん、コリコリだわ。コリってるわ。うん、ちょうどいいコリ具合だ。凝ってんだ。凝ってんだ。うん、いやただこう、うん、帰ってきたんだなって思えるこういう場所があるってうん、なんかいいね、うん、なんかいつもの場所で締める。そうだ、温泉は登別か、うん、熊牧場も向こうか、うん、いや、だってだったらさ、小金マリンも好きし、はい、美味しい。コリコリ。コガネマリンってもう花っていうの、カシボートっていう、まあ、釣りっていうカテゴリーだけどさ、もう今あの現状だったらさ、もう一つのもう名所だからね。名所。うん。要はもうフィッシャーマンにとっては、北海道のフィッシャーマンにとっては。カシボート、釣り、コガネマリン、なんかもうイコールの図式が出来上がってきてるから。はい、おー、すいません。おー、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。はい。で、この間、それこそさ、コガネマリンでお仕事してるおはるちゃん、はるちゃんって女の子と、うん、北野ロッキーさんのチャンネルで、うん、ライブ配信してたさ、北野ロッキーさん。うん、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 3人だけ見た。うん、うん、ロッキーさんめっちゃ宣伝してたでしょ。ムルラン、ムルランとなんとか、ロブリブってなんとかとは言う、よくわかんない、うん、ここすごいね。うん、いや、もうあそこのね、コガネマリンはもう独立したいわゆるもうスポットだからさ、うん、あそこはあそこでちょっと僕も取りに行きたいなっていう気はあるし、コガネマリンのおはるちゃんのチャンネル、おはる日和の方もチャンネル登録よろしくお願いします。おはる日和ってあるんだ。うん、チャンネルやってます。出先でも喋ってたけどさ、うん、あの南原和屋師匠、うん、あの人たちもこの北海道を紹介するっていうようなコンセプトで YouTube アップしてる人たちでさ、うん、やっぱりあの女性なりのこの視点とかさ、この動画の作り込みの上手さとかさ、まあ多分僕よりかはさ、はるかに若いだろうから、若い人たちってやっぱりすごいね、器用だわ。伝え方がうめえな、面白いし見てて、うん、この間も、まあ、このなんていうのポップコーン食うっていうライブをしててさ、うん
ポップコーンのコーンなんですよ。あれを自分たちでこう畑え、そっから？うん、畑で栽培したコーンを使ってポップコーン作った、うん、すげえなって思うもん、うん、コーンだけじゃなくて、なんかいろいろ野菜、ミニトマトだったり、なんかいろいろ作ってるみたいなんですよね。素晴らしいなって思う。僕もあ、なんかこういうことやりてえなっていうのがあってもさ、まあその畑にしてもさ、釣りにしてもさ、腰が重いんだよ。そういうことを実際にやって実行できるその行動力もすごいです、うんうん、見てて もう素晴らしいなって思う、うん、今日はあそこの生ラワヤ賞さんはねちょっと僕的に推しです、うん、概要欄貼っておくんでぜひチャンネル登録つってもあの登録者彼女たちの方が上なんだけどもう僕、到底足元にも及ばないんだけどさ、うん、あ、今日締め何しよう、うん、米そばそば食うか、うん、かけいや勝手に今言ったんだけど今日メニューかなって言ってるのかな森を2つごめんなさい売り切れちゃいましたじゃあご飯だご飯だご飯だねすいませんご飯というともおにぎりしかないんですけどあじゃあおにぎりがライスになっちゃうんですけど、うんあれなんか、なんか出汁ってあります？出汁？うん。お茶漬けにしてもらうと。うん。ちょっと今聞いてみます、ね。はい。鮭がないから梅しかないんだけど梅茶漬けでもいいですか？あ、はい。大丈夫。OK です。はい。はい、わかりました。じゃあ梅茶漬けでご用意します。はい。はい、今日の締めは梅茶漬けでございます。タッチ悪いよ。タッチ悪い。メニューに、ま、メニューに本来ないものを締めにしちゃうっていう。お待たせしました。梅茶漬けでございます。ありがとうございます。紀州の南高梅。南高梅。ありがとうございます。スペシャル。あ、スペシャル。本当にスペシャル。お気になさらず。はい、締めるお茶漬けやってまいりましたこちなみにあのメニューにないものを作っていただいております無茶ぶりです美味いよね酸味よりも甘み強い冷たいお水欲しい、うん、水あ水欲しいです梅合いましたか美味しい、梅美味しい梅干し美味しいですね美味しいですよ、かっこいい、ね、酸味より甘みの方が強いお取り寄せしてる、なんかスイート蜂蜜だったこれ美味しい、ね、これこれも食べれそうなぐらい、うん
濃いし、で梅肉がすごいボリュームが。なかなかいいお値段するんですよ。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい。はい、梅肉すげえ、フルーツみたい。風味が。最初に入れちゃった。あ、ほんと、うん、美味しい。これさ、うん、酒も飲んでないのにこれをうまく感じる我々っていうあれだよね。恵まれてるよね。まあまあまあ。本来お酒飲む人がこういうのを欲しがるところでしょ。締めのラーメンとか。燃費いいわ。帰りにおやつあげる。あ、ありがとうございます。本日のスイーツ。なんかね、紫のブドウ、オレンジ、ミルクが入ってるんだって。これにはミルク、ホワイト、モカ。こっちには抹茶、ミルク、ダークだって。これ2人でちゃんと。ありがとうございます。チョコレート、うん、ちっちゃいね、葉っぱの形した。東京の葉っぱが来てきた。ありがとうございます。2個ずつ分けて、はい、子供見れる。この他に捨てていく。これお持ち帰りのスイーツとして、スイーツは別で食べる。もうたまらんじゃないですか。意外と食べれます。あ、すごいスイーツ。こっちか。じゃあパンデアイスか。締めパフェない。そうです。締めパフェ行こうか。締めパフェ、うん、締めパフェ、大見るくん、締めパフェ2個ちょうだい。はい、どうぞ。ありがとうございます。締めパフェです。白玉と、なんかね、アイスも入ってるし、ね、ホイップクリームも入ってる、白玉ぜんざいみたいなテイストもあって、和洋折衷っていうのかな。カステラ入ってる。あ、そうか、そこにカステラ入ってるんだ。そうそう、こうカステラっていうかパンケーキみたいな感じのね、ケーキみたいな雰囲気もあるっていう、そういう締めパフェでございます。こちらのね、主教庵海田さん、定休日が月曜日と第2火曜日、月曜日は毎週定休日、そして第2火曜日が、第2火曜日に関してはお休みということでね、17時から22時まで。今ちょっとね、そのもろもろの時勢の影響があって22時までっていうね、短縮の営業時間で
営業しておりますので、ぜひ石狩市早川に訪れた際はね、こちら主教庵海田さんの方にぜひお越しいただければと思います。閉めちゃおうかな。もう待ってるよ。え？ずーっと撮ってましたよ。そうなの、うん、ずーっと撮ってましたよ。最初だけだと思ってた。ただ食べてるところを撮ってみて。うん。恥ずかしい。もう2時間以上撮ってます。本当に？ええ。いや、そう知らなかった。なんか食べなセットしてるから最初だけ撮ったの。ずーっと回ってました。本当に？ええ。さっきの会話は全部使わせていただきます。飯行こう。よし、じゃあお腹いっぱいになったんで今日はもうこれで締めます。バイ。めっちゃ簡単に終わった。